どうもこんにちは、カジマックです。今日はね、Wi-Fi ウォーカーのお話ししたいと思います。先日購入したこの NAD1 日数日間使ってみたんでね、ざっくりとした印象をお伝えしたいと思います。でね、まずね、わかりやすくするためにね、この NAD11 と HWD14、今現在僕ならどっちを取るか先にお伝えしたいと思います。NAD11 と HWD14、僕のね、個人的な見解なんですけどね、どっちかを選ぶとしたらね、こっちです。これね、必然と言ってもいいぐらいの理由が一つあってね、NAD11 この前発売されたばっかりです。それに対して HWD14 は去年の10月31日に発売されてます。要はね、アップデートを繰り返して安定性の出てきた HWD14 に対して、NAD11 ね、まだまだ安定性に欠けます。でね、僕がね、しっかり使ったのってね、まだ3日間ぐらいなんですけども、その3日間の間に1回謎の再起動がありました。で、大方1日1回ぐらいアンテナしっかり立ってるのにね、なぜかね、通信が切れます。でもこのあたりはね、仕方ないと思うんです。発売されたばっかりなんで、これからのアップデートでね、どんどん改善されていくとは思うんですけども、でも今現在っていう意味では、HWD14 の方が安定感があります。そしてね、HWD14 を選んだもう一つの理由としてはね、バッテリーの持ちがね、全然違います。この HWD14 の場合、朝電源入れて夜帰ってくるまでね、大方バッテリーしっかり持ってくれるんですね。それに対して NAD11 朝電源入れてね、放置しておくとね、夕方ぐらいにはもう電源なくなってます。で、そのあたり NAD11 には結構優秀なアプリがあって、スマホとかタブレットでね、スリープのオンオフができます。で、比較的起動も早い方なんで、確かにね、便利なのは便利なんです。ただね、そういう面倒なことしなくても、電源入れたら入れっぱなしで一日中放置しておける方がね、圧倒的に楽です。で、以上の2点でね、今現在なら僕は HWD14 を選びます。でね、もうお分かりかと思うんですけどね、今の理由ってね、そんなに大した理由ではないです。これバッテリーの持ちがいいからこっちがいいですっていうお話に関してはね、これから2年間使っていく間にどんどんバッテリー下手っていくと思うんです。そうなるとね、やっぱりモバイルバッテリーっていうのが必須になってきます。それならば結局 NAD11 もね、同じことが言えると思うんです。で、特に NAD11 の方はバッテリー交換もできるんで、このあたりの差っていうのはね、あんまり大した差ではないような気がします。でね、NAD11 といえばね、YMAX ハイパー搭載ですよね。でね、これ僕も前回動画撮った通り、少なくても下りに関してはね、NAD11 の方が早かったんですね。でもじゃあね、実際使ってみて体感はどうかっていうとね、なんかね、あんまり変わらない気がします。でね、それには理由があって僕の場合ね、外使いがメインなんですね。で、これ僕が外で使う時ってね、5メガぐらい出てくれたらね、もう十分快適な環境なんですね。なんで片や5メガぐらいしか出てなくて、こっちが10メガ出てたとしても、僕の体感的にはあんまり変わらないっていう結果が出るわけです。で、もちろん電波の入る入らないギリギリのところではね、NAD11 の方が粘ってるような気はします。ただね、僕 YMAX ってもう繋がらないところではね、仕方ないと思って諦めるタイプなんで、このあたりもね、それほど差はないような気がします。なんで今どっちって言われたら HWD14 を上げるわけなんですけども、正直ね、僕にとってはね、どっちでもいいです。ただ NAD11 にはね、専用のクレードルあります。自宅で YMAX2 プラス繋がる方で、固定回線代わりにこういうものを使おうと思ってる方いらっしゃいましたらね、こっちの方がいいと思います。ただね、毎月課金してでも 7GB 制限あるけども LTE 使いたいっていう方にはね、もうこっちしか選択肢はないです。で、結果的に僕 HWD14 の方が今はいいって言ってるんですけど、じゃあこれからどっち使いますかっていうお話をするとね、しばらくはこっちを使ってみたいと思います。もうね、今ね、 NAD15 とか新型の U ロードとか新しい機種の噂も出てきてるんですけども、結局繋がるか繋がらないっていう話で言えばね、今現在こういった端末の個体差よりもそれ以前の問題の方が多いような気はします。で、今回の僕みたいにこっちで契約したけれども、単体販売されたこっちを買って、IC カード入れ替えて使うっていうこともできます。とはいえね、安い買い物ではないんで、自分の環境に合うのはどっちかっていうのをね、しっかり吟味して選んだ方がいいと思います。ということで今日の動画ね、全然参考にならないと思うんですけども、僕が数日間 NAD11 使ってみた率直な感想でした。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマックでした。
本当ね、しつこいぐらいお話ししてるんですけども、今までね、こういった YMAX 使われたことない方でね、これから使おうと思ってる方いらっしゃいましたらね、絶対にトライ YMAX 使ってみてください。今ね、もう2年契約のものしかないんで、失敗すると結構大きな出費になります。それで快適に使えることを確認してから契約されることをお勧めします。ただ本当、自分の環境に合えばね、すごく便利なサービスだと思います。